ちが多くかますことができるのか勝負、オーチャードワンストムレッツゴー。勝者になるんでしょうか。フリースタイルジャッジ準備よろしいでしょうか。じゃあその前にねちょっと喋りましょうか。じゃあオチオからちょっと喋りましょう。なんかめっちゃ息切れてるんですけど
僕自身久しぶりの大会で、トーナメントまで残れたのがすごい嬉しくて、まあ、前回の FO の大会大阪神戸か神戸の時優勝したんですけれども、それくらいモチベーション上がってて、まあ、最後イベックどちらかなるか分からないんですけど、もし僕が勝てたら熱い試合したいと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあ翔平が一言。すいません、なんかミスが多くなったと思うんですけど、自分はちょっと本番に弱いっていうのは自分でも分かってて、練習通りにできるようにこれからも練習させたいと思います。今日はありがとうございます。そう言ってるけどまだ分からないからね。まだ分からない。勝敗はどうなるか分かりません。さっきもあれっていう勝敗も何個かありました。ではフリースタイラージャッジ、オフィシャルジャッジを決めていきたいと思います。いきます。フリースタイラージャッジ3、2、1、ジャッジ。赤オチョニッピョ。オフィシャルジャッジよろしいでしょうか。光栄。オフィシャルジャッジ結果で決勝トーナメント決勝に進むコーナー決まります。いきます。3、2、1、ジャッジ。赤合計3票でオチの勝利、決勝進出おめでとうございます。 F4 の決勝はまたバスケットボールの後に始めさせていただきます。じゃあ続きましてフリースタイルバスケットボールの決勝トーナメントの方を進めさせていただきたいと思います。バスケットボールよろしいでしょうか。じゃあお呼びいたします。翔平 VS デーカブー。拍手。はい、レイサイフットボールと切り替えバスケットボールの勝者を決めていきたいと思います。じゃあ成功方法決めていきたいと思います。